あ、あります、あります。これユニフォーム全部今シーズンのものに入ってるんですか、それともそんなことないのか。これもなんか下踏めないですね、踏んだいけないから。あ、へえー、すごい、はい、僕の初めて見ました、こんな大きいんだ。さあ、来ました、さあ、これ2012年ですね、はい。僕もやっぱりカズさんがいて中山さんがいてって、僕は小学生の子供の頃に好きだったんで。先輩だよ、先輩だよ、ね、先輩神様みたいな。皆さんやっぱ利き足で捉えてるんですか。あ、そうですね、確かに確かに俊さんの左です。だ2つあるのは多分俊介さんなんで2回取ってるんですよね。左足と右足で取っておけばよかったね。左足と左足だから。でも改めてあのオルンガー選手の足がでかいからも。おお、オルンガー、オルンガー、まあ俺友達だよ。あ、友達。中国チーム。あー、一緒で。そうそう、一緒で。すごいね。そうそう、10で。あのシュートも上手い。シュート。チームメイトいますね。ああ、そうですね、後輩が。素晴らしい選手。青山。青山。そうそう、シャレがもちろんありますからね。お、本当だ。3回ですね。3回ですね。すごい 重いんですよ、これ。本物なんですね、これ。レプリカですか。でも重さとか忠実に再現したんです。それで、本物とレプリカと優勝者、普通分かれて、優勝しそうなチームを持っていけよ。あ、そうか。3回取って、まあ、いいみんなで、はい、すごい。うわ、すごいですね、これはすごい。こうやってぜひ、ドアス最強のメンバー、常さんと稲さん、稲さん、稲さん。すごいですね、すごいね、これ。あ、顔もちゃんと再現されてます、ヒデさんの顔。あ、やっぱちょっと もうちょい顎出していいっすよ、楢崎さんの顎は。顎出したもうちょい出したらよかったですね。はい、先輩なんで。うわ、すごい。キャプテンマークももうだいぶあれですね。あ、すごいすごい。グローブとかもやっぱり年数が経ってる分だけちょっとこう、なんですかね、いい感じで味が出てきて変化して。本当ですね、時間が足りないですね、これ。いや、これはちょっと悔しいですね。これはドーハの時の、僕6年生だったんですよ。で、これでやっぱアイルションダムで追いつかれて、で、行けなくてもう泣いて、もうずっと泣いてましたね。うわ、これはちょっと重いな。北澤さんとか全然覚えてない。覚えてないですね。これ本気ですか。本気です。すごい。このロッカー、横浜国際総合競技場のロッカー。ああ、本当だ。一緒っすね、この下の引き出しとかも。移動用シューズ。こんなだったっけ。僕いた時はあれでしたね、もっとなんかランニングシューズっぽい感じでしたね。スニーカータイプじゃなかったですけど、すごいな。あ、これ僕、はい、この時ですね、初めて体験入ったのは。Which one do you like the best? So, I remember 佐藤さんはここ T シャツ。あ、そうそうそう、はいはい。香港でやった。シアで入って。じゃあ2009年、2010年のワールドカップの前に。はい。アジアカップ予選。そうですね、アジアカップ予選でした。久しぶり見ました。フェアプレーフラッグ。当たり前のようにいつもありましたけど、引退すると見ることがなくなるっていうか。まあ本当に本当に歴史ですね、日本サッカーの。
これがね、外国人と初めてやった時、はい、でこれが最初の日本代表、はい、これが初めて国際大会で優勝した日本代表、はい、でこれが今現存するユニフォーム、はい、一番最後85年前のベルリンオリンピック、ああ、はい、なんかこれをベースにしてあのやったんですね。めちゃくちゃかっこいいですね、このブレザーとか旅行カバンとか。お、これかっこいい。で、これが93年の J リーグの試合、開幕戦、すごい。これが川淵さんの開幕戦、うわー覚えてる。うわ、すごいですね、これ。Did you watch the first J-League match? Watching? Yeah. Before when I play this game, I always use Ramos. Ramos, exactly. So, game one, it's more. Game one, すごい。これは炎のイニアもかっこよかったですよね。ケンカス、カスさん初めて日の丸つけた時が僕98年なんで、まさにこの小野伸二さんの方のあのこの日の丸が入っててっていうゲームだったんで、いや懐かしい。いやもう本当時間が足りなかったですね。本当に日本サッカー界の歴史を本当いろんなこう展示物見ながら、あとはほんとこういろんなこう時代のユニフォームとかあのシューズとか、それこそ自分がそのサッカーを始めた時よりも前のやっぱりその古い時代のすごいたくさんの日本人のこう先輩方のこうサッカーの歩みっていうのを実際見られて、なんかすごい嬉しかったことと、なんかこういったものがまた未来につながっていくんだなって思うと、改めて歴史ってすごいなと思いました。咁我第一次嚟呢度啦，咁誒冇諗過會咁靚同埋咁大咯，同埋好多歷史嘅嘢都估唔到會保存到咁多同埋咁好，所以我自己今次都真係大開眼界，因為我之前去過其他國家都睇過呢啲 museum 嘅，但係都好似冇保存得咁好啊，所以今次係都令自己幾開心同埋大開眼界。所以想猜我幾多？啊，係七月の。ここ、うん、はい、はい、あれです。うおお、これすごいですね、レプリカでもワークアウト、もう20年もやってるんで、はい、ここに来た選手なんかね、本当に代表に選ばれてる選手で、ああ、そうですね、確かに。これで写真撮って、そして、はい、将来これを本物を持ってきてくださいって。もうそういう時代になってますね。いいよ。はい。はい。